キーパーってミスしちゃいけないポジションなんで、そこはそうですね、まあ、練習から意識しながらやってはいます。でも基本なんだろう、やってやろうの方が強いですね。ミスしたらどうしよう的にはあんまりないですかね、やってては。で、後々見て、ああミスしなくてよかったって思いますけど。僕は自分では特徴としてやっぱり後ろからのポジションとか、そういうつな、関わりの部分に、自信を持っていますけど、まあ、やっぱりそれだけじゃないでダメですし、まあ、シュートストップのところをもっと上げていきたいなって思ってますし、まあ、強みっていうのはそこなんですけど、まあ、もっともっと全体的に上げていかないといけないなって思ってます。見てて安心するじゃないですけど、なんかミスしそうだなとかそういうのがなかったり、あとそこ見えてるのかとか、パスとかで相手に時間を作ってあげたりとか、そういうところですかね。変にボール持ちすぎても良くないですし、早くつけすぎても良くないですし、まあ、そういうところをまあ気にしながらやってはいます。まあやっぱりシュート止めたりしたら気持ちいいですし、まあ、あとやっぱり無失点で勝ったりしたら、うん、それは、はい、嬉しいものがありますよね。試合終わったらなんかでもどっちかというと僕安堵感の方が強いかもしれないですね。よかったみたいな感じの。山形戦かな、山形戦のクロス、フリーキックのクロスをパンチングしたシーンは、まあ、全然そんなピンチっぽく見えないですけど、まあ、自分の中では一番なんかしっくりきたかなっていうふうに思いますね。多分ボールも速かったですし、まあ、位置も近かったですし、そこの判断だけ間違いないようにって思ってたんで、まあ、体が勝手に動いたんで、そこは良かったなって思いますね。成功体験と失敗体験じゃないですかね。これやったらミスするなとか、これうまくいったからやろうとか、そういうとこじゃないですかね。で、そういう日頃の練習で、まあ、自信つけて、まあ、試合であとは、まあ、自分信じてどれだけやれるかだと思うんで、そういうとこですかね。